北海道江差市町横山家のにしんそば京都府、京都市松場のにしんそばにしんそばは、かけそばの上に磨きにしんの甘露煮を乗せたもの。種物そばの一種で、北海道や京都府の名物料理となっている。磨きにしんを扱ったにしん料理の一つである。江戸時代より、江戸地はにしんの量で繁栄していた。冷凍、冷蔵技術や輸送技術が未発達だった当時、 水揚げされたニシンは乾燥品の磨きニシンに加工された後、北前船などの回路で本州に輸出されて流通し、長期保存が可能な海産物として重宝されていた。ニシン漁で栄えた日山郡江差町には200年の歴史を持つ豪商、横山屋に伝わったレシピがあり、当地での元祖と言われる。約160年前に建てられた建物は、 北海道有形民族文化財に指定され、母屋と四番像が二神五店として有料公開されており、横の座敷で二神そばが提供されている。江差市町内には他にも十二軒以上二神そばを提供する飲食店があり、新たなご当地グルメであるご飯に磨き二神の甘露煮を乗せた自然江差二神丼をも出す店も多い。 江差より北前船で輸送されていたニシンが京都へ送られたとも言われる。ルモイ市もニシンで栄え、北前船で本州にニシン製品を輸出していた経緯があり、名物そばご当地グルメとして取り扱っている。ルモイ駅では、港内の立ち食いそばうどん店でニシンばが供される。小樽市ではニシン蕎にアレンジを加えた、軍来そばが売り出されている。現在、 京都市市場大橋近くの南座にある松葉が元祖である。1861年に創業の芝居茶屋でもともと市場通りを隔てた北座にあったが、1882年に二代目の松野与崎地が二神蕎麦を発案し、南座の一角に場所を移して野号を松葉とした。松葉は他店では少ない冷やし二神蕎麦。 例日新おろしそば、日新丼も提供している。もともと北海道から輸送された日新を使用した名物そばとして知られる。山に囲まれた京都市は乾燥させた保存食を戻して使う技術も進歩し、棒だらを戻したいも棒もそのようにしてできた料理の一つである。現在、市内及び近隣の市町のうどん店、そば店の多くで提供されている。また、 ニシンの甘露には食品店でも売られており、京都市民は年越しそばとしてニシンばを食べることも多い。京都市に近い滋賀県大津市をはじめ、日田高山、JR 福井駅と JR 立川駅の立ち食いそばなど、他地域でも個別のそば店では提供している例がある。ニシンけが名物の福島県会津地方ではそばにニシンの天ぷらを乗せることがある。 東洋水産は2014年10月、カップ麺、マルちゃんお蕎麦屋さんの二芯蕎麦を日本全国で発売した。エサ市町地域雇用創造協議会、エサ市グルメマップ、2012年、エサ市町、松葉について、株式会社松葉、2013年7月30日閲覧、ただ鉄之助全国うまいもの、P285、1956年、東京、 職務評論者、ありがとうございます。